シラルスの戦いは、第二次ポエに戦争中の紀元前212年に発生した戦闘である。カプアから撤退する、失政官アッピウス・クラウディウス・プルケルを逃がすため、マルクス・センテニウス・ペネグラが兵力8000で、ローマ軍の伝軍を務めた。それを追撃するハンニバルのカルタゴ軍の兵力は2万5千の3万であり、カルタゴ軍兵力が、 ローマ軍を上回っていた数少ない戦闘の一つである。カルタゴ軍は対勝したが、戦争の奇数に対する影響はほとんどなかった。紀元前216年のカンナエの戦いの勝利の後、ハンニバルはイタリア半島のローマ同盟都市にカルタゴとの同盟を結ぶように働きかけた。紀元前212年頃までに、いくつかの都市国家や部族は、 ローマから離れたが、それには、カンパニアのアテラ、カラティア、アプリアの一部、サムニウム人、ブルッティ族、ルカニ族、ウゼンティ族、ヒルピニー族、コンパサ、マグナ・グライキアのギリシャ人都市国家では、タレントム・メタボントム、クロトーン、ロクリ、加えて、ガリア・キサルピナ・ゼンド等が含まれる。その中で最も重要な都市は、ローマに次ぐ都市であるカプアであった。 紀元前212年、ハンニバルが南イタリアのタレントムの攻略を目指しているとき、二人の執政官、アッピウス・クラウディウス・プルケルト・クイントス・フルイブス、フラックスはカプア攻略の意図を持って軍を進めていた。カンパニアに入ったローマ軍はカプア周辺の略奪を行ったが、孫の率いるカルタゴ軍機兵とカプア兵の奇襲を受けた。ローマ軍は蹴散らされ、 1500が戦死した。この後、ローマ軍はより注意して行動するようになった。ハンニバルもまた弟の孫と合流すべく、カプアへ向かった。ハンニバルには、彼の不在中に起こった戦闘がカプアに有利であった。ため、カルタゴ軍の猛攻には、ローマ軍は耐えられないとの確信があった。戦闘が始まると、カルタゴ軍機兵の連続攻撃に、ローマ軍は苦しみ、 また弓矢での攻撃に圧倒されていた。しかし、戦死したティベリウス・グラックスに代わって、クナエウス・コルネリウス・レントゥルスが率いる新たな軍が接近してきた。両軍ともに、これが敵軍であることを恐れ、戦場から引き上げた。最初のカルタゴ騎兵攻撃に衝撃を受けたローマ軍の被害は甚大であった。この戦闘の後、 二人の失政官はハンニバルを避けてカプアから撤退することとした。翌日の夜に二人は別れ、フラックスはクーマに、プルケルはルカニアに向かった。ローマ軍が二手に分かれた理由は不明である。ハンニバルは迷ったが、プルケルを追撃することにし、シラルス川沿いの平原で追いついた。マニプルスの一つを指揮していたケントリオのマルクス、センテニュースペヌラは、 優れた体力と勇気で知られていた。ペヌラは、法務官、プブリウス・コルネリウスすらに対して、ハンニバルの追撃からプルケルと軍視力を逃がすため、都の都市で五千の兵の指揮を任せてほしいと申し出た。ペヌラはこの付近の地形を熟知しており、独自の戦術でハンニバルに対応しており、何度もローマ軍司令官に勝利をもたらしていた。結果、 5千ではなく8千の兵力でハンニバルに対応することになり、さらに同数の非武装の志願兵が加わっていた。ハンニバルが偵察でローマ軍の動きを察知していたのに対し、ペヌラにはカルタゴ軍の動きが不明であった。このためローマ軍は待ち伏せ攻撃を受ける形となった。これでエトルリア人部隊が闘争を図り、これが全軍にパニックを起こした。 それでもローマ軍は前線し、戦闘は2時間以上続いた。ローマ軍はペヌラが健在である間は耐えていたが、ペヌラがカルタゴ軍の飛び道具に倒れると、ローマ軍は崩壊した。周囲をカルタゴ騎兵に囲まれたため、生き残って撤退できた兵士はわずか1000名で、残りはすべて戦死した。しかし、この犠牲のおかげでプルケルはハンニバルから逃れることができた。 ハンニバルは追撃を中止し、東のアプリアに向かい、そこの同盟都市を攻撃していたローマ軍に対処した。このため、二人の失政官は再び合流し、カプアへの嫌がらせ攻撃を続けた。ありがとうございます。